大変長らくお待たせいたしました、マシントラブル絶不調だったんですけども、森川がなんとかしてくれたので、いや始めようかなと思います。け、ナイブありがとう。それいいですね。一回しか使えないだけですね。スーパーキャラは、スーパーキャラは別扱い、同じキャラ扱い、一層扱い。なるほど。トーナメント向きじゃないですね。今日4チームできますね。なので総当たりで3試合だと1人3キャラ12キャラを使う羽目になる。そうですね。あー、やってみましょうか。はい、それでは大会ルール案が出ましたので、もっとの試合はこれラスト気味でお願いいたします。まあでもこのゲーム1キャラしか使わないという人がとても多いので、いろいろ使えばいいのに。の試合はこれでラストでお願いします。すいません、の試合ラストでお願いします。今日は 2on2 と歌ってしまいましたけども、16人でうまく分かれそうですので、4on4 はい、1チーム4人でやります。はい、じゃあこのチーム分けはくじ引きでいいかな。くじ引きにしましょうか。
はい、それではルール説明も行いますので、皆さんじゃあちょっとストップしてこちらに来てください。お願いします。はい、今日は、4人1組のチーム戦です。で、リーグ戦いいですか？聞いてますか？聞いてますか？バイパーさん、聞いてますか？はい、で、リーグ戦なので3試合ですね。3試合やります。で、1回使ったキャラは使用不可です。3試合やるので3キャラを使ってもらうことになります。はいはい、という個人で、いやチームが、ごめんなさい、チームでキャラかぶりなし、しかもなし、16キャラ潰しみたいな感じなんですけども、12キャラしか使わないですね、チームで。はい、という形です。号機は不可です。 S キャラは同じキャラ扱いでいきます。なので、同じキャラ同士が組まないようにはしたいなとは思うんですけども、瀬尾くん取ったら勝ち。確かに一人チームでもいいね。いや、もっと強いか、もっと強いな。乗ってっちゃうから。はい、というわけで、4人でチーム分けをしますが、ダルシムダルシムと、あと同じキャラ使いいる？ホンダホンダか。ホンダホンダとダルシムダルシムは諦めてください。残念でした。ガイルは誰？ウネ君だけじゃない？あ、スイさんか。なるほど。じゃあここはどうしようかな。あ、そこだけ同じマークになってしまったら引き直しで。はい、ホストリーにします？ホストリーにします？ホストリー戦にします？先方対先方、中堅、勝ち抜きではなく、そうしますか？はい。A チーム対 B チームが戦うとき、1番目対1番目、2番目対2番目、3番目対3番目、4番目対4番目が必ず当たるようにします。で、キャラは深刻ですね。キャラは深刻です。3本選手になっちゃいますね。はい、事実上最後までやってもやれますよ。結局トーナメントだから、結局ポイントみたいな感じ。トーナメントじゃないです、リーグです。最終的な勝ち星でやります。はい、引き分けありか。あ、それもありだな。確かにそうしましょう。あ、なんか引き分けありとか超懐かしいな。ではそんな感じで引いていきましょう。はい、1人1枚引いてってください。引きに来て。瀬尾くんと組んだら、あ、でもホストリ戦ですからね。瀬尾くんと組んでも1勝しかもらえないから。引いた？引いた？鈴鹿さん引いたね。はい、引いてない人持ってってください。はい、
あとはトネピーとバイパーさん、これで全員引きましたか。 OK、 はい、それではご会長ではスペードから読み上げていきます。スペードの人、次そうそうクラブやで。はい、スペードがシノニー、ニーアグリグラブンチン、はい、では、ハート、あ、スペードの人返してください。スペードの人返してください。ハートがシャル、え、シャル、セオ、あと誰、バイパー、あと誰、もう一人、ハート誰、あ、トネピー、あ、あ、ウネ君、ウネ君、はい、じゃあカードください。はい、クラブ行きましょう。クラブ、はい、スギ、スギ、ダルシム、ダルシムかぶり、はあ、はあ、はあ、いいじゃない、いいじゃない、ダルシムかぶったのみんなおいしいんじゃないですか。カワシム、スギ、ピロシ、はい、で最後ダイヤチームがトネピー、タコ様、ペコ、ペコ破天荒、ペコ破天荒、はい、ひどいチーム分けでしたね。これはもろにかぶっているというのもありますが、じゃあとりあえずこれでリーグ表用の、白い紙を1枚持ってきてください。私入っておりません。一人チーム、いやいや、ないないない、一人チームで16キャラ使えちゃうの、組手じゃんか。ありがとう。では、まずシノニー、ニーア、グリグラ、ブンチンが 1P 側、シャルセオ、バイパー、ウネが 2P 側で、でキャラクターは深刻です。順番も深刻です。よろしいですか。
で出す出す。え、もうメイン使ったら復活しない、しない。いいですか、1キャラチームの中で1キャラ1回しか使えないということで考えておいてください。どこで本気を出すかっていうのも考えもんですね。クラブチーム誰だっけ、杉川シム鈴鹿か、モネピータコ様、まあ、自分が使う3キャラをとりあえず開幕決めておいて、どこで出すかっていう感じで考えておいた方がいいと思います。まあ、ちょっと最初は相談時間長くなっちゃいますが、そこはご了承ください。これは星取り戦です、星取り戦です。先方対先方、中堅対中堅、大将対大将、副将対副将、大将対大将ですね、が当たるように。ああ、それ持ってていいですよ、1万円。分かりづらいけどね。あ、じゃあそれ、あ、じゃあこれ1チーム1枚進呈しますので、誰が何を使うのか、ペンもどうぞ、向こうから持ってきて、持ってる人がいればいいんですけど。はい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 、はい、じゃあ、ダルシム2人んとこ、ダルシム2人んとこ、ま、いや、あるここか、ジョンチョイ。はい、 X キャラと S キャラは同じキャラ扱いです。はい、誰が何を使うのか今のうちに考えておいてくださいね。タキャラ使いには余り物を渡した方がいいです。あ、いいよ、持ってて大丈夫。もう何使うか決めてある、どこで使うかはね、気持ちで、おのおの、でも試合が始まりますよっていう最初の段階で 1,2,3,4 と、キャラクターも申告でお願いします。オッケーオッケー、やろう。じゃあ入ってください。はい、5人で、じゃあ
った。え、5人で3試合15キャラですね。使わないキャラ1キャラ残るだけですね。はい、じゃあちょっと今の考え直しでヨシさんと、川又テラさん2回転入ります。はい、川又テラさん、僕でさっきの、チームのスーツ覚えてますね。はい、ではスペードがスペード川又です。はい、そしてハートが僕か、2回転。そして、クラブがテラさん。そして、あれ、ここヨシさんが。はい、では、各チーム混ざってください。スペードがそこ、今何でしたっけ、クラブ。クラブはね、あのダルシムチーム。では5対5なので柔道の団体戦と思ってください。柔道の団体戦です。で、星取り戦は変わりません。15キャラ、僕が熱くなってきますよこれは。ではあと2分で決めてください。あと2分で決めてください。お願いします。先に3人勝ってしまったら勝ちですね。あ、じゃあC
さあ高校柔道の団体戦と、あ、そういうルールなんですか。こういうルールです。あ、確かにドカベン、こういうルール、ドカベン中学生、そう、これでしょ。オス柔道グレン隊とかね。僕柔道はドカベン中学校編しか知らない。懐かしい感じですね。僕あの中学柔道だったんで。勝ち抜き戦にはないのか。はい、まあ、純粋に読み合いですけども、セオリーは一応あります。はい、3勝したらもう終わりなんで、このルールは。あー、はいはいはい、引き分けがなくなりましたので。え、じゃああれですか、こうその柔道の団体戦でも真ん中はやっぱ強い人にしとくんですか。先方次方。あー、なるほどな。いやほら、ドカベン、ドカベンは漫画だから、大将ドカベンだったような。あー、勝ち抜きね。あー、いや、ドモンがね出てきて。ドモン。ではそろそろ決めていただきます。よろしいでしょうか。まあね、結構先方、次方、中堅、副将、大将も割と気持ちなところはあるっちゃある。じゃあこれもう今渡して、あ、1、2、3、4、5渡すってことね。あ、まあ確かにそれは決めるの長いから、あのトランプで決めてもらった方が。ん、トランプで決めるんじゃなくて、これは申告用で。あ、申告用でね。あ、なるほどね。X ゲーマー、俺にリプライ送んなくていいからな、録画の。いいからね、あれ通知欄に表示されてあれだから。いや、録画見ますよ、面白そうだったら見ますけど。リプライは送んなくていいぞ。はい、はい、そうでね、はい、お待たせしております。あ、もう14分じゃん、そろそろやりましょう。では決まった。あ、いや、このここか、決まった、決まった。 OKOKOK、 キャラも申告です。最初に言っておく、最初に全部のキャラも申告です。はいはい、はい、5人分全部申告です。じゃあこれでチェックしていきましょうか。はいはいはい、はい、これ4つあるもんね。とりあえず最初はまっちゃん。はい、まっちゃんは何だろう。はい、スペードには、はい、何、はい、はい、スーペー、はい、クラブ、オッケー、覚えた覚えた、ダイヤ、チュンリー、あ、キャミー、はい、DJ、ザンギ、ラルシュね、はい、覚えた。あ、もう決まった。じゃあ、ツーピーガモ、キャラも聞いて覚えました今、はい、キャラは申告です、はい、申告だけど、申告だけどもうこっち聞いた、一応こっちはもう聞いた、うん、申告で、あの出番がなくてもこの試合で申告したキャラはもう使用不可なんで。そらそうよ、それはさっき言いました。はい、出番、あの、いや、そう、3勝したら終わり、5人になっちゃったから、うん、3勝したら終わり、5人になったからもう3勝したら終わりでいいではないかと。そう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 、奇数に、ね、なったんで、はい、どこでもいい、長いしね。やるとね、
はい、それではうちのチームも決まりましたので、はい、じゃあ、先方川又さんのチュンリーですね、はい、またチュンまたチュン、はい、あ、じゃあ、ちょっと記録係一人欲しいので、はい、じゃあ、はいはいはい、ハートチームは先方が背を、はいはい、はい、背をね、ダルシム、はいはいはい、ハート、あ、背をね、はいはいはい、ダルシム、はい、ダル、分かりにくいなこの人ね、だ、はい、背を、背をね、はい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 、下だね、下だね、下、はい、うん、背を、背をダルシム、はい、2番手がバイパース、あ、シャル DJ、 DJ、はいはいはい、3番手がバイパーさんのサガト、サガト、はい、4番手がウネ君のバルログ、はい、はい、で5番手2回転ブランカです、はい、では大変お待たせいたしました、これ1回1回リセットしなきゃいけないんで、ちょっとワンピー側の人を頑張ってください、はい、じゃあ1人目瀬尾さんのね、はい、ダルシムというね、あ、ワンピー側も書いてもらいたいかな、はい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 、1が川又の12がキャミーの、文鎮さん、ではスペードのカードはまた使いますので持っといてください、チームの誰かがまとめて持っといて、3番目が、3番目が、グリグラ DJ、4が、はい、それでは初めていきましょう、いきなり川又対瀬尾、はい、サブキャラ対戦ですが、どうぞ、川又チュンリー VS 瀬尾ダルシム、はい、熱いんじゃないですかこれ、まず瀬尾さんダルシムも上手なんでね、はい、多分多分、しかしあんまり言いたことないけどこの人ね、ソフォーでダルシム使いですから、あ、そうなんですか、へぇ、うまっ今の中取りのセンス、ね、何この人、あ、知ってる、うわ、うまい、さあ、しかし川又は川又さん、今適当に戦列出そうとしたら維持全然コマンド出てませんでしたよ、コマンドは出てなくてもフォローは効いている、さあ、さすか、どうすんの、お、うまい、出させて、はい、さあ練習間に合わないと思っ、うわーどうする、暗い投げができなかったか、いや、インフェルノ、インフェルノ出したですね、重なってましたね、多分、さあ星取り戦です、この1試合の重さはそんなでもないけども、相手を考えるとどうしても勝ちたい、あ、いやでもゲージが溜まって大パンチ悪くない、ファイヤー、でも川又さんはとりあえずゲージを貯めて貯めて、ね、気まずい、気まずいよ、お、うまって、うまい、うまい、センス、うお、見ているみ見てるか、みんな、これが川又さんだぞ川又さんでもこんな動きをするんだ、悪に魂を売り、そう、こんなキャラを使うことになっちゃう、うわうまいな、うまい、ピオリッチ、あーっとコンボができない、歩いて投げる、投げて、まずはワンピー側が勝利、そうですね、はい、どう書けばいいかな、どう書けばいいかな、まあ丸バツでいきましょう、とりあえずここで、はい、はい、じゃあ2人目、はい、文鎮、1、2、3、4、5ってやって、キャミーですね、文鎮さんは、はい、こうかな、はい、シャルさんは DJ ですね、はい、頑張りましょ う、はい、こうしようか、はい、はい、ということで、ここは 2P 側としては取り返さないといけないところなので、シャルさんは何でも使えそうですけど、そうですね、いきなり DJ を出してしまうという、はい、まあこれは終わってるんで、まあ特に見るところもないかな、難しいと思いますよめくりが見えない、お、多分表だと思いますよ今の角度、はい、こっちは分かんないですね、キャミーはめくられた時かなり分かりづらいけど、分かりづらいですね、あと、まあ、沼さんが開発した絶対に積んでるめくり方、めくりもあるんで、ほう、前ジャンプ仕込みすると絶対に逃れられなくて
まあ、でもあれ1回食らって終わりなんで、そうですね、まあダメージが 100% 確定するっていうのがミソですね。はい、さあ3番手はグリグラの、なんかよく見たら1点で死んでましたねグリグラ DJ はい、グリグラ DJ ですね。はい、バイパーサガット、バイパーサガット、ここまでは、はい、イーブン、いいと思います。A 対 B、C 対 D だね。はい、はい、さあ、7-3 はあるということで、なるほど、厳しい戦い、あ、もうこれこの状況は8いってもおかしくない。 8は効かないです ね。さあ、ようやくゲームになってきた。端っこに行ったら一回技をガードさせる以外にできるぞ。さあ、あと、でも安い、済んだ。背が高すぎてめくれない。これよ、これよ、厳しいが歩いて足払いはかなり有効ですね。ね、何それ、何それ、壊し、多分下ショットも潰します、高さ的に厳しい。さあ、あと上タイガーだと思って、さあさあ、あーっと、スライディングまでいけるか。まず入りますね、あれは何でも入る。うまい、さあ、おー、ダイヤサイクル、これはゲームになってる。お、 X ゲーマーさん、日本語が打ち込めるんですよね。あーっと、間に合わない。さあ、行ってしまった画面端、どうしても、さあ投げて、どうしても端っこが絡んじゃいますね。絡んじゃいますね。おっと、悪くない。あー、うまいな、今の差し掛けは。すら届いてしまう。スライディング長すぎない？苦しい、苦しい。あー、痛ぇ、届くんだよな間に合った DJ のジャンプ低すぎんだよな。さあ、ここで、はい、4番目は、うねくんですね。はい、しの兄さんのザンギエフ、しの兄さんギいけるいけるいける、はい、入ってなかった。ウネさんの殺せバルログですね。人生初バルログ。さあ、バルセロナの出し方は、それはね、やったね、教えた、下玉上キックです。下玉上キックをいっぱい打つんです。あーっと、ゴロゴロしかしてない。まあ、正しい姿うわおでんはね、ゴロゴロってちゃんとやればダブラリで潰せんの、はい、ね、なんかダブラリ下にいるとダメです。やっぱり下にいるとダメで、浮いてると勝てるんだけど、浮いてるとスキルが入らない。下にいるとスキルが入る。なるほどね、2分の1ぐらいだと思っていいです。浮いてるときにね、スクリューいっちゃう。あ、でもあれ、吸い直しすればなんとかなる。いや、もう負けてるんで。あ、もう当たるから。おー、嘘だろ、シノニー嘘ついたでしょ、今。そっか、あ、そうか、浮いてるときも攻撃判定あるからダメなのか。そう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 、なるほどね、なるほどね、ダメなんだサマーじゃないよ、ラリアットの方がね。うん、あっと、いいね、いいね、なんか今知ってそうなジャンプショーパンチが見えましたけど、無意味でしたねさあ、知ってる、なんか知ってるっぽい。やばいやばい、あー、これは、いやどうする、もう相打ちもできないぞ。ゴロ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 、それあり、ありゴロゴロあり。さあ、いけ、あー、いや、ららららら、どうすんの、全然ある、全然ある、全然ある。さあ、ゴロゴロと、あー、勝ったのはワンピー。ゴロゴロと3勝してしまった。お、しましたね、確かに、はい、じゃあこれで、はい、ここ、これ こっちが、どっちがどっちだった、待って、まあ、こ、上がワンピー、ワンピー、あー、上が左ね。では、はい、ここは×にして、いや、もう全部×でいい、ここを×にして、はい、1、3ですね。はい、はい、じゃあ我々、はい、ではテラさん、杉、川島、ピロシ、鈴鹿が 1P で、ヨシ、トネピ、タコ様、ペコ、破天荒 2P 側に行ってください。
さあ星取り団体戦です。では先ほどカードを渡していますので、順番はそれで申告をしてください。キャラクターはキャラクターも最初に、最初に申告でお願いします。クラブ対ダイヤですね。で次の試合ですが、負けた者同士いきますので、はい、キャラクターも深刻ですよ。はい、次の試合のことを考えておいてください。負けたチーム、負けたチーム、次の試合のことを考えておいてください。さすがにちょっと複雑ですね、これは。ここが1試合目、ここが2試合目、3試合目がここか、ここどっちかですね。キャラクター、順番も一緒にお願いします。テラさんが、テラベが、クラブチームですね。はい、2番がスギちゃん、ブランカ、ブランカジミー、通販ジョン、おいスギちゃんがスギちゃんの、スギちゃんって言うからブラン、あースギさん、はい、ピロシが、2番目がピロシで、誰、俳優で、俺が5番目で安岡ザンギ。はい、ではカードはまた使いますので、チームそのまま持っておいてください。はい、では 2P 側先方、タコ様が、これか、これか、はい、ガイル、はい、4番目ホンダです。これか、はい、あ、間違えたんじゃね、これヨシさんこっちだな、4番目がトネピ、破天荒さんの、1,2,3,4,5 OK、 はい、では始めていきましょう。 1P 側先方がテラさんのベガ、 2P 側先方がタコ様ブランカ、キャラは勝った、キャラは勝ったが、そう、一生一生これはね、さあタコ様ブランカとか全く見たことがない、タコ様のサブキャラをそもそも誰も見たことがない。あー、ない、光った後も歩いていた、画面を見ていただきたい応援はとても嬉しいが、おー、嘘だろ、さあテラさんは普通にベガ使いますからね。おー、うまい。さあ、ある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 、あー、なかった。いや、ワンピー側リセットもお願いします。次が 1P 鈴鹿成形、
ペコベガですね。整形対ブラック企業。キャラクターは悪くないですね。ブラック企業警察。さあ、さあ、鈴鹿バルログはそれっぽいな、やっぱり。いいガード。ベガは比較的バルセロナはガードしやすいキャラですからね。さあ高いのを掴まれて、さあ裏に行く。さあ鈴鹿それっぽい動き、しっかりそれっぽい。さああんのか、投げ返す。お、悪くないのか、本当に悪くないのか。お、空対空して、はい、はい、さあ鈴鹿のインチキ臭い攻め。ひょうひょうひょう、これは厳しい。あー、なんでガードしてるの。お、残ったが中攻め食らってしまう。勝ったのはこれでもう2勝ですね。リーチ。さあ3番手は、1P 側が杉さんのブランカ、 2P 側がヨスさんのガイル。出し負けしているかな。あ、いや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 、そのままスタートしてください。さあ、まあ、ブランカースイさんガイル使いなので、ブランカの動きは分かんなくてもガイルの嫌なことしてるでしょう。さあソニックの出際に刺さったらその後がきつい。ガイルはノーミスを求められる。さあ高めを選んだ。おっと、さあヨッサンは何でも使えるので、さあまあここで弾プラって、おっ、ああしかし中足。ヨシガイルはここで何としても1勝しないと次に繋がらないので。さあ開幕スイージャンキョーパン、あれ強いですね。 あと投げたのはヨシガイル、そして下がってソニック、いい飛びだが。さあ前線はさすがにガイル側が優勢。砂が入る、高すぎる。ナイスガード。さあいい動き、こっからダブル落とした。あれゲージダメですね。さあヨシガイルが勝って、もう一回リセットお願いします。4番手 1P 側がピロシのフェイロン。そしてトネピーホンダ。さあこれはピロシが試されてますね。さあタチキョーパン、色は強い、色は間違いなく強い。しかしコエモンでもホンダはきつい。ツーツキがかくったか、今のはギバサじゃなくてもかくるんですね。あっと、しかしあの劣化剣がなかなか全然ヒットしない。さあガクガクしている。さあツーツキツーツキ、この人たちは疎通だけを今までやり続けてたの。はい、そうです。でもね、ハイパー以後に始めた人が今ほとんどですね。なので、まあ、長くて10年選手みたいな。ニーヤさんはちょっと別格ですけど。いや100巻、おお
ピロシ実は実はしかし無常の張り手で押し返される。さあレックレック劣化神経は出ない。めくりに対してああそれは違う。おおおっと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 、おお死んだか。さあ張り手が入って頭突きのアドで張り手が当たる。さあ大将戦に持ち込まれてしまった。ワンピー側大将がカワシムの安岡、ツーピー側が破天荒バルログですね。さあキャラはいい感じ。これちょっとわかんないですね。でももうこれもう爪先端やったら死んじゃうんじゃないんですか。そんなことない。そんなことないんですけど、前飛びとかで、ま、おーガードしなきゃいけない状況はありますね。はいはい、あこれ今2回押したから2回押しましたね。まあ、このゲーム基本的にボタン2回押すので、はい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 、それは確かに。さあもらったとカワシムが叫ぶがまだ早いんではないか。あおっと破天荒さん冷たく立ち回ってこう冷たく一技を吹かせて、これですね、欲しいです。しゃがみパンチ系を出されてると早め詰めに対してはすごく強い。あ大丈夫だ今だって。あーが入るカワシム勝利、ワンピー側勝利で熱戦でしたね。2対3と3対2だ。で負けたチーム同士で、はい負けたチーム同士でです。ここか C あれんこっち×だ×はいそうですね23はい。では×同士ここだよね。 B とここだよね。 B と D ですか。はい、ペン、ペンね、そっちにあるかな。はい、先ほど試合をしたニカ、シャル、セオ、バイパー、ウネ試合です。さっき負けてますよ。ワンピー側がニカ、シャル、セオ、バイパー、ウネです。左側が 1P、うん、右が 2P で、はいはい、あの丸はこんな感じで、はいはい、今日はキャラ潰しをしております。4チーム5人に4チーム分けして1回しかチームで1つのキャラ、ん1つのキャラは1チーム内で1回しか使えないで、3試合全チームあるので15キャラ1チーム使うというルールになっております。今、ニカ、シャル、セオ、バイパー、ウネチーム対ヨシ、トネピー、タコ様、ペコ、破天荒チームの、チームのオーダーですね、順番とキャラを決めているところであります。いろいろ何か
2試合目になるんで相手の残りキャラもだんだん見えてくるんで駆け引きが、はい、書いちゃった書いちゃった。ワンピーラは先方がシャルバイソン。シャルバイソン。シャルバイソン来た。二人目。ウネガエル。バイソン。小坂井。小坂井かそうか。ウネガエル。おメイン二連発。バイパーホーク。おお。バイパーホーク。四番目。スギちゃん。スギちゃん。わかりづらいんだよな。ニカ俳優、はい、セオベガです。はい、セオベガ。ここじゃなかった。何ですか？セオベガ。ベガか。全国大会。なんかいろんな人の。地域の人が集まる大きい大会は年に何回かやったりしましたね。今日はこちらのお店の中でこうワイワイやっております。さあ1試合目も始まってますね。1P 側がシャルバイソン、 2P 側ヨシ DJ。 いいですね。はい、ちょっともうこれがあれですか、矢口周りになってる感じ。ダッシュアッパー、ダッシュストレート、キツ、わーやっちゃった、食らったけど安かった。まあまあ、まあ元気を出して。そうですね。ここから。おシャル、おいおいおい、アンテ強い。シャルさんだってスパコンミスるかもしれない。ほら言った。やる。ミスってくれるのに。ミスりましたね。はい、この人たちはスト2を今までやり続けてたのにミスるんですよ。あお何気に煽られてるという。これいいコメントですね。あ、いいですね。今度ツイッターで使おう。この人たちはスト2だけを今までやり続けてたの。いやでもこの方別にそういう意図なさそうだけど。すげえ好きこれ。はい。めちゃくちゃいいこのコメント。はい、いいですね。でもねこういうあんまり見てない方なのかな。ニコ動に絶対毎回書き込もう俺。パート1の1秒目にこれ書き込もう俺。いいっすね、いいっすね。ちょっと毎回書こう。ちょっとそれはやばいですね。またこう、あ、いいよ、よしさん、いい、センスが、センスが出てる、センスが。あ、この間合いで、うわー、死ん、おい、あ、ビビってんのかよ。あと、後光りで死んじゃうのかな。おい、いや、見せてくれ。おお、いや、今何かが起ころうとした。危なかったです、危なかったです。何かが起きるよ。今シャルさんの表情ももう、はい、もうあれですね、九死に一生という表情でした、ね、よいしょ、はい、よいしょ、投げ返す。あれ難しいんですよね。難しい。おい、うまい。いや待ってたんだけど、ドンピシャのヘッド、はいはいはい、投げ返し、間違いが起きてる。いや、いいよ、ヨシさんセンスが出てる。全然ありますね、ヨシ DJ 強いですね。うまい。さあ、いいです。いや、このうわー、うわー、歩き投げ、うわー、多分今、いや、悪くないクレイジーだったけど、これが DJ のいいところ。おいやー、おいやー、おい、投げ返す。やる。いやセンス丸。いやセンスですね。センス丸。いややったぜ。ちょっと決勝戦みたいな盛り上がりでしたけど、ただの一勝ですからね、これね。いいね、お願いします。いいね。じゃあ2番目が S サガット、出し方は知っておるか。で、出てますね、出てますね、出てますね、はい、出てるっぽい色ですね。 S サガット、はい、破天荒さんの S サガット、ウネさんのガエルと、はい、ウネガエル。いや、これ運がいい。はいはいはい、ジョンチョエになってほしい、ここは。いやー、ちょっとこれはもう破天荒さんもちょっと悪魔に魂を売ったかと。はい、弾を打とう、弾を。ああ、強タイガーを。そう、強い強い。今のもかくるから、はい、間に合わないで体育がかくるっていう。そう、あの、あ、これです。そう、あの、強タイガーをジャンプされても無視してそのままもう一回打てる。そうですね、終わったよ、死んだ。そう、
多分あれなんですよね、あの流感覚とかでやってるから体育出してないんですけど、もっと早く出しちゃって体育できるっていう。そう、あと垂直ジャンプされた時ちょっと一回様子見とかしてるんですけど、はいはい、する必要がない。球を打てと打った方が強い、はいはい、さあしかしウネさんがうまいこと、うまい。さあこうなるとちょっとめんどくさい、めんどくさいですね。わあ投げいったけど昇龍、いやまあ60ありますから、はい、球一発がもう本当に圧がありすぎる。さあ飛んで、うまい。ゼロノットはさすがにか、球打ちだと圧倒的にだが全然、あちゃんと待ってた、さま待ち。これはね疑心暗鬼にならない方がいいですね。あそうです、もうあの思い切ってこうトネッピー的なこと、破天荒さんのチームメイトだからこうどんどん打ってほしいと。さあ打って強すぎる、悪くない悪くない。さあしかしウネさんも頑張って、まだあ間に合わない、これで間に合うんです。なんで間に合わないのか、これ間に合うはずなんです今の。おかしい、はい、間に合わない。あ今だって今、はい、打ったのと同時に飛んだのに、そうなんです。おかしい、そうなんです、おかしいでしょ、はい、今さあ強すぎるこのキャラ。お、早速さあ次で勝負が決まってしまうのか。バイパー、2P2勝、バイパーホーク対ペコチュンリー、 S 剣にしておけば。ああいやなんかね悪い予感がするっつって直前でチュンリーに変えたんですけど。ああなるほど、ただちょっと 1P は逆にこう勝負に行って3人をメインで行ったわけですよね。やられてますからね、はい、さああっと、あ引っかかって、おーっとなんか昇龍刺さる、やりすぎた、はい、さあいけるか、投げ返し、あ危ない、コンドル、いやどうするこれ、おーっと投げて、おいや減りすぎ、大丈夫ですか、減りすぎです、大丈夫ですか、いや今おかしいでしょ、おかしいですね、このゲームバグってますね。さあ減って、あコマンドが回して、まあ今の地上なんかよくわかんないキックが出るのはサブのチュンリーあるあるですよね、はいはい、そうですね、あの中キックポチポチ押してて前に入っちゃっててね、はいはい、あそうですねさっき川又さんもやってました。そうそう、はい、前下中キックをしてしまうとあのよくわかんないキックが出るので、そうですね、歩き中足にすると結構ああいう風になってますよね。そうそうそう、あーっと、あれ落ちないんだよな、チュンリー。さあ、バイパーさんのトレモになってしまった。おお、テンションぶっぱなし。やっと、さっきみたいに来るんじゃないかと。お、うまい、うまい、やりに行く、やりって。さあ、まあカウントもあるんでね、そうですね、ちょっとここはもうゲージためてですね、じっくり。さあ、事故らせに行くか、真面目に一つをやらない、やらない、刺さる。さあ、三立て、三立てやりましたね、うわやったね、はい、ということで、はい、そうですね、チュンリーの投げは、はい、ホークの台風とイコールですよね、っていうかもっと減るのかなということで、はい、はい、じゃあさっきの A チームってなんだ、そうですね、 A チームと A は C チーム、そうですね、 A と C ですね、はい、じゃあグリグラさんとあれで、さあ、いや、ということで、はい、いや出なかった人もダメ、出なかった人もダメ、残念でした、タコ様もう残儀今日使えません、はい、はい、終わりデイロン出ばったまでさあということで次は A と C ですね、はい、ゴット、はい、ということで、先ほど1回戦目勝利した、川又篠兄ニーヤグリグラチーム対、同じく1回戦勝利した、テラさん杉さん川島ピロシ鈴鹿チームと、はい、ということになっております、うん、まああの僕まだ出てないんですよ試合したいな、いやいや、もう我々はさっき熱い戦いを繰り広げたのでちゃんと5人出てるっていうね
いや、まあ、そうあたりそうあたり星取り戦です。はい、でも次勝ったら結構もう先方同士しか当たりません、はい、中地方同士しか当たりません。はい、ということで、先ほどは、川又さんがチュンリー、シノニーがザンギ、ニーヤさんは出てないけどダルシム、そしてブンチンさんがキャミー、グリグラーさんが DJ ということになってます。で、カワシムさんがザンギを使って、杉さんがアマゾン、リバーラン、エピロシがフェイロン、鈴鹿がバルログ、ブラック企業がテラさんということで、さあうちが、まあ、そろそろニーヤさんがホンダとかね、そうでしょう ね、 ね、まあ、3試合しかないので、はい、結構チャンスはすぐ来るんではないかと、はい、リュウもねまだ使ってないということで、今回はハートとクラブ、そうですね、ですね、はい、いや、ね、スペードとクラブかな、スペードとクラブ、ね、スペードとクラブ、ね、スペードとクラブね、うん、はい、スペードチームが 1P 側、川又、シノニー、ニーヤー、グリグラ、ブンチン、ここはほとんどキャラは温存じゃないですか。そうですね、まともなキャラはもう使ってないということで、はい、そして 2P 側も、あ、メインキャラは全然出てないですね。そうですね、こうなんか雑に使って強いキャラを使った感じですね、さっきは、あのバルログとか。さあ、まあ、そうなんですかね、ピロシさん以外は大体なんか何個かキャラを使える人たちだと思うんで、はい、決まった、オーダー OK、 じゃあ帰って、はい、お、決まった、はい、はい、ちょっと待って、ね、今メモってるから、あっちであれ終わったら聞きます。はい、ピロシさん、ガエル使えるけどダメだもんね。そうそうそう、使えないの？吉尾さんに教えてもらったんじゃないの？教えてもらってない、なるほど。さあ、スト2だけを今までやり続けてきたのに、そういうわけで、カップ S2 もやってたもんね、ピロシはね、ピロシさんはね、 KOA もやって、マルチゲーマーだったからね。そうそうそう、そうそう、スト2だけをやり続けたわけではないということで、あ、エキサイトバイクやってた？あ、本当に？あ、決まったって、こっちも、はい、一番目は？テラケン。DJ。上だね。上かな？上だね、書くのはね。ああ、ね、カワシムさんもいろいろ使えるね。ピロシのバイソン？何言ってんの？さあ、4は、はい、僕のチュンリー、チュンリー、はい、まあ、半分ガエルだもんね。さあ、ダルシム、本気じゃん、回ってくるかな5番目回ってくるかないや、微妙なところですよね真ん中とかにしといた方がよかったんじゃない。はい、お待たせいたしました、それでは始めていきましょう 1P 側先方がテラさん、あ、違う、 2P でした、こっち、ニーヤベガ、おベガ、テラさん、ケン、いや、大丈夫、大丈夫。さあ、ニーヤーさんはまあ、いろいろ使えるんですけど、ベガは上の方に来る、そうですね、キャラですね、はい、3番目ぐらいじゃないですか、はい、結構、ちゃんと動く、あんまり、そう、あんまりふざけた動きもしないんですよね、このベガ使ってる時は、ベガ使ってる時は、結構、あ、なんかいきなりふざけ始めたような、結構、いや、おー、うまい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 、そう、テラさんが、いや、結構他のキャラ使うとこう、はい、独特な動きをしたりするんですけど下がりますね、ベガに関しては結構真面目な動きをすると思います。テラさんはまあ一時、まあ、ケンがメインぐらいの勢いで相当使ってたんですけど、ちょっとスライディングの使い方が独特ですね。あ、そうですねガンガン打って、あー、昇竜拳めくり、これがケンの破壊力。さあ、冷静になったテラさん、あ、相手は冷静になった、やりに行った、投げる、投げる、
お、コパンで刻むのいいですね、あれね。いや、勝利を食らいますね。食らう？食らいます。あの、ガエルとは違うの？はい。へぇ、あ、ガエルのは、あれ、あの、食らわない位置で打ってるんですよ。なるほど。手がそれできないので。お、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 おさあ、なんか、お互い噛み合わないまますれ違った3ラウンドっていう感じでしたね。確かに今特に何かが発生したわけではなかった。さあ、川又対川シムが当たる。キャラクターはバイソン対 DJ。 本気同士ですね、これは。川又さんって DJ 使うんですか？川又バイソンです。あ、じゃあバイソン、バイソン使うんですか？川又バイソンはあのチーム戦によく出てきます。今開幕ヘッド大なんか中か大かのヘッドしたけど大丈夫？大ヘッドでしたけど大丈夫、まあ、当たったらあれ気持ちいいのでありですね。お、埋めて。さあ、しゃがみ強パン対策は非常に面倒くさい。あー、やりすぎた。さあ、相手の方が気持ちよくなろうとしてくる。これが話が違うぞと。波動拳を打ち続ける人間だ。あっと、何それ、今やばくないですか？ね、今すげえ当たり方しました。すごい当たり方しましたね。おお、ジャックの下潜って当たりましたからね。さあ、オア、オア、ゲージもある。おお、しっかりセール。適切なタイミングで 下オアを打てば強いという感じの動きですね。そうなんですけど、あの DJ のカウンターで転ぶと死ぬので、まあ下ダイパン食らうとなんか一気に気まずい。違う、あー、歩き投げ。さあ、もうリーチですよ。さあ、いいのか、ピロシに。こんなところにピロシ置いておいてよかったのか。さあ、ピロシがバイソン。あ、これは一回リセットしてください。上の緑のボタンです。さあ、いやー、これさあ、ピロシに託されてしまう。ブンチンさんは何ですか？ブンチンブランカ。ブランカ、いや、これ、これは大丈夫。本当か？そう、結構むずいぞ。結構、なんか今の実感こもってますね。いやー、ずーっとね、いけるいける言われ続けてきましたから。そうそう、いけるいける言われ続けて僕負け続けてるんで。おっと、ただこれ、そのなんだろう、これぐらい同士だとどうなるのかなっていうのは。そうですね。おー、いや、これはグランドセーブで終わり。実際ね、グランドセーブを投げるしかなくなりましたね、これ。あーっと、ちょっとなんか動いちゃいましたね。適当ですね。うん、いや、だから言ってるじゃない、伊藤洋華堂の屋上ですよ。なるほど、ガリッガリのおっさんが、ガリガリのおっさんがやってる可能性。さあ、今のいいですね。悪くない。忘れた頃にしゃがみゴーパンタイク。なんか短波溜めてましたよ、生意気に。あ、実は使えるんじゃないか。お、あー、お、ユニッチが降臨した。繋いだ繋いだ。命を繋いだ。ピロシがなんとか勝って命を繋いだ。まあ当たりも良かったですね。そうですね、はい、さあ、これグリグラが剣。だってこれブンチンさんがフェイロン使ってたら 200% 勝てなかったですからね、これね。よかったですね。そして次、ブランカでしたっけ。はい、チュンリーですね、チュンリーです、ね、チュンリーか、すいません。さあ、グリグラさんは剣。グリグラ剣は使いますから、使いですね、はい。しかもこれ結構真面目にやろうとしますからね。さあ、おっと、歩き大パンでしたが、今の裏剣ですね、そう。まあ確かに、それぐらいの気持ちで。さあ、出てしまう、あるある。しかし、この技強すぎる。いや、だいぶ、オトチュンさんもそれはやるから大丈夫。大丈夫です。あー、出てもうたーって言いますからね。あー、いや、これはもう戦列出さない読みの波動拳。あ、戦列溜まってないですね。あ、出さないです、すいません。さあ、お、あ、辛い。しかし、あんま辛くないのがチュンリーのいいところ。おお、届いてしまう。ガエルの気持ちにはなってないですね。そうですね、弾打ってないんで、歩きが速すぎて。逆に、あと投げて、箱がある、箱があるが、うわー、分かりづらいやつ、壊れ方が。さあ、上から行って、さあ、杉チュンリー苦しそう。どうすんの、ガード、ガード、どうする、どうする。ゲージが、ゲージ欲しいですね。とりあえずね、クソゲージを貯めて。さっきみたいな、あと交通事故を起こさないといけない。
かし事故の破壊力は一級品です。おうまい裏剣裏剣裏剣だったがソニック裏剣はしたが最後はレッパー。ああ、さあ2勝2敗でまたしても並ぶ。大将戦にもつれ込んだ。もつれ込んでないのでは。勝ったでしょ。あ、ごめん間違えた。勝ったでしょ。スレイというわけでここが、4試合目で、1P が勝ち、はい、3-1、はい、では、ここまで C チームがもう2勝、A チームが2勝ですね、はい、これが勝ってて、ね、これは罰ですね、これは罰ですね、罰で1の3ですね、はい、ではい、次の試合はどうしよう。うちが最下位決定を先にやりましょう。はい、じゃあ、C と B ですね、はい、B と C、はい、B 対 C, B と C ですね。ニカシャル、セオバイパーウネ、ワンピー側。そのままじゃあ、はい、はい、じゃあということで、はい、さあなんでこんなことになっなんでこんなことになってしまったのか。スーカさんのダルシウムがいない。そうですね、5番手に置くっていうのはなかなかの、ね、なんかルールをちゃんと分かってなかったらしくて。そうです、ね、トランプ適当に引いちゃったらしいですね。ああ、はい、ルールベタでしたね、はい、完全に、はい、残念でしたね。こ C の損失は大きい気がするが、そしてもうねチーム C がもう解散してます、はい、あれまだありますまだありますよ。もうねもう解散してます、あのチームもうまだあります、はい、まだあの繊維がなくなってますもん誰も集まってない、相談もしてない、やばい、うん、終わった。ニカシャルセオバイパーウネチーム対テラさん、杉、カーシム、ピロシ、鈴鹿チーム。そう、あと1個これでドベ決定戦らしいんでちょっとい, やだからいやだから向こうがこう魂をかけて勝ちに来るんですって俺は勝つよ、うん、1回は勝ちたいって。ああ、うん、なるほどなるほど。そうそうそう、1勝と0勝のチームなんですか。そうですね、なるほど、はい、なるほど。はい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 、決まりました。早い、早いですね早い早いですね。あーそうですね。いやでもねバイソンもいないしね。バイソンもいない、バイソンいないしね。バイ、あ、まあでも それまあ瀬尾さんがね、はいはいはい、チュンリー出てないっつって、はい、さあそうですね、さっき3キャラメイン、まあ、あと出してましたね。竜を多分シャルさんが使うのかな。あーはい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 、うん、なんだよなるほどねって。ええなんだよ、もうないだろシャルさんも他にキャラいねえだろいねえだろ。意外と竜かもしんない。 いねえだろ。あ、いいっすよ、はいはい、じゃあ、そっち、はい、はいはいはい、ペンないけど、ペンある、はいはいはい、ほう、はいはいはい、まあ、はい、もしかしたら多分ね、多分ニカさんホンダじゃないかな。どうだこれ、ホンダでしょこれか。残ったの見た感じニカさんホンダでしょ。ここはい、違う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 、さあ、はい、はい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 、ガイルはもう残ってないんじゃないかな。ウネさんが使ってたからね向こうは。はい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 、そうそう、エッサガーガエルでやられてたと思うんで、はい、はい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 、使い尽くしたはい、鈴鹿、ほう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 、ヒロシ、ほう、はいはい、決まりました。こっちも決まった。はい、はい、じゃあ、最初鈴鹿さんのこれは何、エッサガット。あ、そう、エッサガット。これ瀬尾さんがチュンリー、瀬尾チュンリーですこれは勝ちに来てますね。そうね、完全に、はい、行こうという、ここはもう絶対取るっていう強い意志が。困りましたね、はい、あ、キャラ、これは、え、
これこれ次でちょっと次であれですか。いや次やったら X のまま出てもらいましょう。あーじゃあ、その優しい優しい。これ縦が、いや縦ガチャガチャで大丈夫。縦ガチャガチャ、縦斜めにガチャガチャ、縦ガチャガチャで大丈夫。出た、あ出ましたね。でどうやら出ました。あ出たからといってね勝てるとは。あいきなり飛んで投げ、瀬尾さんが簡単に勝ちに来てますね。そうですね、イージーウィンを狙い、ぐちゃぐちゃにね。はいはい、お全部避ける、ちゃんとね様相客も出して、はい、あとピヨるぞ、中が刺さった、あピヨって、ああ届かない、それはね届かないの、それはね、ローキックアパカだったら届いた。そうですね、まあ、最悪、まあ、飛びからアパカだけでよかったかな。瀬尾さん、瀬尾さん、瀬尾さん、まさかの瀬尾さん、なんですかね、なんですかね、甲子園の魔物ですかね。あそうですね、あ確かにこう鈴鹿さんがこう、ね、パワーキャラばっかり使ってるっていうところありますね。あ大丈夫ですか、ゲージ溜まって、さあ届く、はい、うわなんとなく適当に出した台足でも痛い感じが、なんだかわからんが押してる、はい、さあ届く、うわー早い早い、あと、いや珍しい珍しい、はい、あの多分さっきの下タイガーにさすがの瀬尾さんも見てからは無理っていう判断だと思われま す, すごい瀬尾さんも、さあしかしこれは投げ一発で終わる、はい投げ一発で終わるし、いやしかしゲージもう一個溜まってますけど、はい、あちゃんと刺さってます、冷静さを取り戻した。さあ、あやりに行った、ごちゃっと しに行きましたね、なんかあっガードできる、様相客を出してるって、ね、はい、瀬尾さんはゲームがうまいんでああいうことをちゃんとやります、はいはい、おっと悪くない、空対空からさあ置いておいた、うわさすがにこの距離は見えると、できるんだすげえな、あーっとこれはちゃんと盤石だった、いやー1ラウンド目負けたときどうなるかと思いました。そうですねどうなるかと、はい、ということで2番手が、2番手はピロシですね、ホンダ、ピロシホンダ対ニカホンダ、いやーあーいやーいい相撲が見れそうですね、そういうことでね、はい、あでもちゃんと熊取り同じ色みたいにして、あそうですね、キャラ色把握力が試された、はい、どっちがどっちだかちょっと分かんないんですけど、全然分かんないですね、ちょっと、ま、本当分かんない色に似てんなこれ色、はい、ちょさあいや一応黄色かかってる方が2回転さんですね、2回転さんですね、そうですね、ワンピー、あーこれもうワンピースビー入れ替わると本当分かんないですね、分かんないですね、ただ負けてるのはピロシ、ほう、あーどうすんのこれ、気まず気まずこれはさあ、あーっと、あー引っかかって空対空落として、あーっと刺さるなんでこれ、まあ、正直言ってよくわかんないんで、はい、これ面白いのかな、さあいった、これはもう落とせない、落としません、あそうなんだ、はい、あー、まあ、裏落ち百貫を落とす術を本田にはないです、はい、そうなんだ、お裏落ち百、わっとあれ嘘ゲーじゃねえ、おーやる、さあ歩いていった、なんか持続させようとしたと思うけど確定確定なの今の、ピロシさんが何もしない、何もしてなかった、いやさあさあ3番目テラさんの竜ですね、お対バイパー竜、バイパー竜です、おう同キャラ同キャラですね、さあバイパーさん、まあ、竜ガイルもうまいですからね、さあこれね、川島さんが、はいはい、どうせ自分は出番がないからって適当にキャミーで5番目にいるんで、あこれはちょっとね問題がそういうキャラ消費しとこうぐらいの、はい、問題がありますね、
これでもいい勝負、いい勝負、飛んでかわして、さあ中足バイパーが取る。ちょっとかなりこっちのチーム 1P 側が押してますね、はい、意地を感じますね。そうですね。さあしかしここはあうまい、うまい。さあいい画面端出なかった、飛び落とせなかった。そういうこともあと出して、先ほどのあーあーあっ、なんかちょっと動画で見た、この間動画で見た、はいはい、見たそういうやつですね。ね、中小流が流行ってるのかな。さあまたしても似たような画面端、今度は逃したくない。いいガード、今台足出てからしゃがみガードしましたからね渋いですよね、ああいうのね。すごい。さあ飛び、飛んでる、真空もあるけど、アッパーしゃがみ、アッパーの反応すごい。台足、ああ見えてる、運がいい。あーっとこれ運が悪い、こっちは食らっちゃう。ちゃんとガード、全部ガード。さあバイパー冷静、あーどうすんだどうすんだどうすんのこれ、飛んで、あー使った三立て。さあということで、ということで、はい、三立てとなりましたね、はい、確かに川島さんの出番はなかった確かになかったっすね、はい、はい、ということでこれはどっちが 1P、2P だ、どういう順で決めてたの、 上が 1P とかそんな感じ、あ、そんな感じ、はい、じゃあ我々で 2P ですね、またね、はい、A チームはこれ全勝中ですね。2勝0敗、川又氏の2位、ニーアーグリグラブンチン、この編成で全勝中というのはなかなか、はい、残っているキャラは向こうが、スペードなんで竜、ホンダ、ホーク、サガ、フェイロン、バルドグサガット、メインキャラ全部残してんのか。なんだよ、でもフェイロンに2体なんでそこはあれですね、これは順番次第でだいぶ破天荒さん、破天荒さん指定ですよ、はい、で 2P が残っているのがこれダイヤチームだよね、竜、フェイロン、バイソン、ケン、ザンギ、ダルシムか、あれザンギ使ったの、あー、そこそこそこ、あ、こっちか、間違えた間違えた、ダルシム、はい、ここはもう総力戦になりますね、出し方次第、はい、3回負けたらもう終わりなので、だって1位落ちたら
はい、 1P 側は決まりました。はい、では 2P 側はい、それでは最終戦です。マジかよ。先方は SK 龍 VS 2P トネピーダルシム。読みは合ってるのか。ここは勝負どころ、トネピーに期待がかかる。さあ、しかし相手は誰もが認める東西戦の大将候補、川端龍。最近は東西戦には結構間に合ってない感じですが、それでもこのアロンアルファっぷり、ダルシムのスライディングがギリギリ届く前で打ってくる。おーっと、かなり運がいい。スライディングに対して足首打つインフェルノー。まずはトネピーが取る。さあ、開幕は打ち合い、なかなか竜巻も打ってくれないので、フレイムにどの程度効果があるのか。さあ、ドリルをガードしてファイヤーもらう中ボス。さあ、シング漏らさした。おお、あんのか。おー、勝ったのはトネピー。川又龍敗れる。これはワンピー側計算違いにも程がある。さあ、ワンピー文鎮フェイの 2P が吉バイソン。いやー、熱いですね。まさかの立ち上がり、絶対に勝ちが期待できるところを落としてしまうと、その後士気にも影響があるぞ。さあ、支援もらって最後は、さあ、吉バイソンいつもより緊張している。しかし吉バイソンも一時はメインで使っていた。しかし、ここで文鎮ホイホイが始まる。さあ、相手なんか関係ねえ、全部ホイホイ。さあ、勝って、さあ、攻略がキャラ差を上回った。3番手は 1P 側がシノニーエスアート、 2P 側ペコエスケン。死闘ですね、これは。これは相当当て方が面白いですね。さあ、どうなる。開幕飛んでいくな、ペコ。両者とも画面端に押し付けた時が相当厳しいので、さあ、エッサガも、おっと、強勝利落として埋めていく。しかし、アバカ、お前だけが勝負してるわけじゃねえと。アパカがいい位置、これは確定。さあ、シノニーが取って、大将まで回ってくる匂いがプンプンする。タコ様が震えている。さあ、大将まで行ってしまうのか、ワンピー側無傷で行ってしまうのか。
ダイヤサイクルは全然間に合わない。これもなんか S 剣のいいところ。さあ避けまくる、避けまくるが、くー、中竜巻がアッパカで刈り取られる。ダイヤシ届かせる。ドライヤー先端はアパカすらも当たらない。タチジャブが機能してるぞ。さあおお当てて、あと一発。さあペコが試合巧者っぷりを見せつける。下ショットも大丈夫。最後は巨匠流。この試合ターニングポイントとなるか。メインキャラ S キャラ同士が当たってむちゃくちゃしてくる。しかしそれもプレッシャーにはなる。アパカが相打ち、空達ではダメージ差がひどすぎる。さあ上りキックタイク、これが S 剣。シノニーの飛びもなかなか落としづらいんですけども、 S 剣の飛びはもっと落としづらい。さあしかしシノニーリード。タイガーショットの雨が、おーっと届くのか、あるのか、いい勝負だ。あーシノニー、嘘だろ、あそこまでやっといて。いやー激アツですわ。さあグリグラがバルログ文鎮さんにフェイロンを明け渡してしょうがなくメインキャラが出てきましたね。さあ破天荒竜は対応できるかどうか。ワンピー側が、あ、代々入って、これはテラーがないぞ。エスバルログか、おーうまい、投げるのは破天荒波動。さあ拾えない、拾えないんだよな。ハスラー涙目、これでリーチ。破天荒が勝負を決めるのか。さあグリグラは冷静になれるかどうかですね。あとはさあいやらしい、テーラー思い出した。テーラー遅すぎだね。さあ投げを受け身取って終わり、おお当たらない、投げまくる。破天荒がノリノリだ。さあとうとうひょう食らってしまう。 V スナ食らって、これは見えない。ガードメイカーと、まあガードできないですよね、しょうがない。おーさあ2度目の中ゴスは切られてしまう。おーつながっている。今度はテラーを待ってしまった。逆にタクおじさん、さあ飛びが噛み合いファグル。さあ空対空、これは中ゴスにテラー。いやー、さあニーヤホンダ対タコ様フォークです。さあミラクルは残っているのか、ミラクルは残っているのか。さあ S フォーク、しかしニーアーは、おお嘘、しかしニーアホンダはこういう時にダブラリないですからね。あ、めくられ慣れてないんですよ、全部ダブラリやってたから。しゃがんでた、しゃがみダブラリですね。さあこれは、おお、さあボディープレスは同じですからね。さあやり方はほとんどザンギと一緒。おお、しゃがみ5番機能している。
おー大変勝ったのはワンピーチーム。結局しかし熱かった熱かった。さあ 1P チームはなんと 3-0 で完全優勝ですね。おめでとうございました。一言ずついただきましょうか。では、名乗りから一人ずつコメントをいただきたいかと思います。間違えた、これか。では、ニーヤさんからちょっとカメラの調子悪いんでこの位置でお願いします。サブキャラでそれぞれちょっとずつ勝てれば、まあ、あの勝ち抜き戦じゃないので一人一人が頑張れば3勝取ればいい、それがうまくいったんじゃないかな。そんなに組み合わせ強いキャラチームじゃないからね。フェイロン以外も頑張って使いたいと思います。ありがとうございました。あ、グリグラ、グリグラです。バルログでかけて嬉しいです。シノニーです。ザンゲーフでかけて嬉しかったですね。あとメインのエッサガで負けちゃってちょっと悔しかったです。はい、川又です。ありがとうございました。こういうチーム戦もたまにはすごい楽しいですね。バイソンとチュンリーで勝って完全の竜で負けちゃったんで次回は頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは今日の大会はここまでとさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。参加者も長丁場ありがとうございました。お疲れ様でした。いつも通りの試合を垂れ流していこうと思います。
Fuck!
Thank you.
はい、配信見てる方いられるかわからないんですが、もう時間なので、終わりますね。じゃあまた、来週は日曜日だと思うので配信よろしくお願いします。では。